こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、ブルーボサっていうのを聴いていただいたんですが、これもよくやる定番の曲なんですね。でリズムパターンどういうふうに考えていくか、まあなんか単調になっちゃうっていう人がすごく多いと思います。まあこの曲に関してはまあ比較的単調になりがちになってしまうと思うし、まあ僕もそのなんかこう箸休めみたいなオフィートずっとある中でボサノバっていう感じのものがあったりとかすると思うんですけど、まあボサノバっていろいろ展開は実はできるんですね。バスドラムのこうシンコペーションとかをやっていくんですけど、これに関してはもうまあ僕はあのコミュニティの方とかで教えたりはしたりとか大学では教えてますけど、まずそこに至るまでにもうもっともっといろいろやることあるんですよ。ボサノバってこの2つのパターンが教本に載ってることがめちゃくちゃ多いんですね。じゃあパターン2つだから何ともできない、実際単調になっちゃうってみんなすごく思ってると思うんですけど、そんなことは全然なくてですね、実はもうこの2つのパターンだけで全然曲って展開できるんですよってことなんですね。でこれはどういうことかというと、なんか僕もやっぱアメリカに行った時にボサノバってこんなにみんな展開するんだと思ったことがあって、要はこれって完成体なんですよ。でどんだけ間を抜くか、要は例えばリムショットってこれは大まかなボサノバ、これは結構リズミカルな細かいボサノバ、要はこれ多分ね、フレーボーっていうリズムがこうあって、そのアクセントをこう左手で叩いてるみたいなイメージなんです。僕からすると多分いろんな教本見たけど、これは表裏裏表っていうのが交互に来てるみたいなイメージなんですけど、ボサノバサンバってこのパターンなんですね。なのでゆったりなのはこ
これがまあ横揺れな、カン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 漂う感じで、この下のやつはこんな感じ、この雰囲気がだいぶ違いますよね。だからこの細かく刻んでる感じか大きく取ってる感じかっていうので、この2つで分けれるし、これ実際は前半と後半っていうのは必ずしも後半じゃなくて、例えばこんな感じに変えたっていいんですね。こっち2回、こっち2回ってやったんですけど、全然いいでしょ。で、例えばこの逆転型、これもありなんですね。むしろこっちの方がよく使うかも。で、この下のももちろん裏から。この左手のパターンっていうのの強調型が、要は、パルチドアルトってやつ。これで、ひっくり返したやつ、ウタンタドンドンドンタンツトントっていう、これが、パチードアルトって言われたりとかするやつなんですけど、このリズムが要は変形してるだけなんですね。なので、こういったものをいっぱい作っていくと、ここを強調したものがフレーボだったりとか、あとバイオンっていうのがあったりするんですけど、そういうこうバスドラムがずっと一定じゃない、これがこうシンコペーションしたりとかするっていう展開ももちろんあるんですけど、こういうゆったり系の曲とかそこまでそんなにバスドラを、まあやりますけど、そこまでバスドラで遊ぶというよりかは、例えばこの左手のこの動きをなしにしとく。で、このパターンをハイハットのアクセントです。ないところからアクセントが出てきてリムショットで強調するだけで、これだけでも3段階のギアができるんですね。こういった形、こういうのがなんかこういろいろ使える。例えば、僕がすごいなと思ったのは、例えばこれだけでやってたのはハイハットが、要は抜いておくとハイハットが来ただけでおって思うじゃないですか、っていうような、要はこれは完成体なんですよ。いきなり完成体持ってこないみたいな、スーパーサイヤ人3から始めないみたいな、最初は普通の孫悟空が来て、でスーパーサイヤ人になって 2とか3になっていって、だんだんで、これがもう一番強いやつなんですよ。これを一番最初に配置しちゃうから、あのうまくいかない。だから最初にオープニングはバーンってやって、強いのとやっといて、そこから間引いてだん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 足していくみたいな形にするとうまくいく。で、メロディーに対してここここで、このここのここは決めなんですね。イントロもこれでやってくれてるんですけど、イントロ聞くと、ここはジャッツジャーチャッツジャー、ここはまあリズムでもよくて、ジャッチャーンって決めがあると。これがもうエンディングの特徴、曲の最後のとこ全部こうなってるので、このシンコペーションを毎回毎回決めます。でそれ以外はここが空いてたでしょ、メロディーのと。だからここのところを、例えば大まかな形でやっておいたら、ここ細かいパターンをこう差し込むんですよ。そうするとこれだけでもなんかこうちゃんと合間に入ってるでしょ。でこのフィルイン、まあ、一番良くないのは、このいわゆるこのボサノバっていうのは8分音符の4分音符と8分音符で歌うのに、ロックやってる人はここにフィルインを16で入れちゃうのね。
こうなるとちょっとゴーゴーみたいな、要はボサノバのフィールじゃなくなっちゃうんです。別にリズムが、まあ、ずれたわけじゃないからいいっちゃいいけど、なんかそのボサノバをやってる感じにならなくなっちゃうんですよ。でじゃあボサノバのフィールインって8分でどうやって動くかって言ったら、この動きとかこういう動きをタムに持っていくだけで十分です。なのでちょっとあのしっかり受け答えしたい場合は、いい感じだと思うでしょ。だからフィルインっていうのはこの、この辺のやつをタムに移動すれば十分フィルインになるので、あんまり細かい音符を入れなくて全然平気です。それにタムに行っちゃうとあからさまにフィルインった感じがするので、すごく受け答え、例えばこれギタートリオだったらちょっとやりすぎかな、でも管楽器がしっかり入ってて2管でハモってたりとかすれば今ぐらいタムで答えてあげてもバランスが良くなるかなと。だから構成、要は相手のメロディーの圧力とかそういったものにもすごいよるかなと思います。だからすごいピアノ取りでエレガントにやってるのにタムがボンボコボンボコ入ってくるとちょっとバランスが悪いかな。でも管楽器でガンガンこうキメキメでやってた場合はここに今ぐらいのタムのフィルインを入れてもいいけど、やっぱタカタカとコト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 コとか入れちゃうとこれはなんかボサノバやそれはそのジャズのフィルじゃちょっとなくなっちゃうかなって感じですね。なのでこういった形でまあ最初のイントロはさっきやったんですけど、ここはチャッチャラチャッチャラで始まったから弾いておいて、ここでこのチャッチャを決めるためのフィルインセットアップをして、でテーマを始めてます。で最後のエンディングはもう3回繰り返しっていうのが定番なので、パターンでもまあ3回繰り返し終わるパターンが多いので、一番最後3回繰り返しになるかなみたいな感じにしておけば、うまくいくと思いますし、これまあ1回でいきなりリタルタントする場合もあるかもしれないです。要は選択肢はそんな無限にないです。よくやるパターン、こう来たらだいたいこうなるだろうみたいな、まあ曲ごとにあって、その曲ごとのよくあるパターンを覚えておけばいい感じなんですね。なのでその全部その無限にあって察知してやってるわけじゃなくて、よくあるあこの上の句来たらこの下の句これだろうみたいなのがいっぱいあるわけですね。こういったものをちょっとずつやっておりますので、参考になったっていう方はまた他の曲もあげますのでチャンネル登録の方もお願いします。メルマガでこの譜面とかもねダウンロードできるようにしてありますので、詳細欄からよければメルマガ無料メルマガの登録をよろしくお願いします。では本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。